どうもリンクチャンネルの横山です。岡本です。加藤です。はいはい、今日はですね、T シャツを揃えたわけではございませんが、まあ、偶然ですね。はい気持ち悪いです。皆さんはどの紫がお好きですか？コメント欄でお待ちしてます。真ん中ですか、右ですか、左ですか。まあそんなことはどうでもよくてですね、はい、今日はですね、カーブドライブとシュートドライブの練習法というかね、まあそうね、カーブドライブとシュートドライブの練習法なんだけど、意識としてはプレーのね幅を広げるというか、フォアハンドで動ける範囲を広げていこうよっていう練習になってるので、すごいきつい練習になっております。で、僕動きたくない、なるほど、はい、死ぬまで動きたくない、はい、っていうのがテーマなので、私の人生の、楽して死のう、楽して死のう、はい、なので今日は岡本に動いてもらう、はい、角源に出してもらう、はい、僕が岡本の動きを後ろから見て、もし何か指摘することがあればね、はい、何か口をもう出していこうかなと。何もなければただ見てるだけです。いるだけ。いるだけの人。はい。オブ。ということでね、早速やっていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。それではまあ最初ですね、バックサイドに行って、まあ、単品でまずはやっていきましょう。最初カーブドライブから。はい。角源はフォアに出すだけ。はい。まあこの間俺に出したよ。はい。はい。まずカーブドライブだけをやっていきましょう。はい、はい、どうぞ行ってみよう。今当たるポイント、私の動画見てくれました？見てくれてないんじゃないかなっていうような悪い例でしたね。ちょっと遅れてましたね。で、打球も、フォアサイド切ってなかったですね。ちょっとね、甘いフォアサイドでしたね。っていうのはちょっと当たるポイントが遅れるとなりやすい。もう少し前でインパクトしましょう。はい、あっ、ナイフを私の動画見てくれてない全然見てくれてないじゃないですか。側面に当たりやすいですよっていう説明しましたよね。あ、見てない。まず一回捉えましょうね。捉えてからインパクトの瞬間に巻いていきましょうよ。そうすると側面に角に当たることが少ないです。今悪い例をしてくれましたね。はい、はい、あ、ナイフを捉えながら巻く。あ、ごめんなさい。どんどんいこう、どんどんいこう。きついです。きついですよ。側面気をつけて。あと休息もないね。もうちょっとインパクトの瞬間にカッと締める。ちょっと空手。はい、ちょっとやってみるよ。インパクトの瞬間に閉じながら飛ばすと回転。両方回転と締める力で飛ばす。いこう。ダンダン、ナイフダンダン、ナイフドンドン、お、今当たりよかったね。オッケー、オッケー。いいよ、いいよ。あ、今ね、ラスト。オッケー。これだけでも十分いい練習になるよね。続いてシュートいきましょう。じゃあ、バックサイドだけ回し込みシュートのみやってみましょう。コースはいいけど曲がりが少ないね。曲がりが少ない。もうちょっとボールの内側を捉えましょう。はい。で、ラケットの先端を上げて面を開いて腰を回す。そうで、今みたいなちょっと、低い位置で当たると回らなくなる。だから姿勢を下げてラケット位置は高く変わります。こういうイメージね。姿勢を下げる、こういうイメージ。ちょっと姿勢が高くてラケットが低い。姿勢を下げてラケット位置上げて、はいはい、わあでもいいね。こんな感じ。オッケーオッケーオッケー。もうちょっと開こう。いいよ。あと思いっきり腰回すだけ。そうそう、今曲がり回るね。ボールの威力。そう。いいよ。曲がりがないね。曲げながら飛ばす。オッケー、ラスト。あ、今の低いよ。あ、もう一回行こう。低いの。ああ、オッケー。これはちょっと練習の余地ありですね。はい、では、3種目目かな、3種目目、ミドルのボールをバックで打ってください。で、今度バックサイドに飛ばされた、出してもらったのを回り込んでシュート。次のボールをフォアに飛ばしてもらったのを飛びつきながらカーブ。本来であれば、まあ、バック回り込みフォアが、まあ、一般的な練習になるんだけど、それだと、まあ、しっかり回れちゃうのでつまらない。だからミドルでバックを打つことによってこっちかなり大きく回らないといけないし、体に迫ってくるのをシュート、いい練習になる。やってみましょう。ミドル回り込みシュート。はいはい、オッケーオッケー、回れてよ最後。はい、なるべく広い範囲に打ち分ける。はいはいはい、いいよ。球出しはゆっくりでいいですか？まあまあ、慣れるまでは今ぐらいでいいと思います。なるほど。はい、ちょっと甘いな今のカードゲームね。あ、なるほど。はい、いいよ。ああ、いいね、いい練習。よかった。カップ。オッケー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 。はい。はい。いけ。おお。はい。はい。はい。いけ。お。はい、はい、オッケー、全部入ったら終わろう。はい、はい、はい、ああ、コース、はい、くれた、体の前で打てよ、カーブ。はい、惜しいね。オッケー。オッケー。3種目目ですね。もう大丈夫、しんどいね。頑張って。あと2個ですね。あと2ついこう。はい、4種目目。今度はミドルのボールはフォアで打ってください。で、次のボールは両サイドどちらかに出してもらってください。そのボールをどちらもフォアで打ってください。ミドル打ちました。相手を出し手を見ながらどっちに来たかによって回り込んでシュートと、あ、飛びつきながらカーブですね、はい、これもしんどい。はい、これ頑張ってシュート。あれは回り込んでシュートですか？もう回り込みながらだね。動きながらになるね。はい、オッケー。もう詰まったらフィニッシュと頑張って。フォアクロスは威力あるボール打てるね、これ。オッケー。あれが難しい。こっち頑張って。そう、しっかり横回転かけて。ラスト2セット。オッケー、ラスト。もう一回いこう。悪くない。やっぱどうしても腰のボールは威力があるんだけど、回り込みが詰まってしまって棒球になりやすいね。だからもうちょっとこっちに意識を置いてもいいと思うけどね。まあこの練習は、ね。はい、では最後です。はい。最後一番しんどい。フォア回り込み一本一本です。カーブシュート、カーブシュート、カーブシュート、エンドレス。お願いします。行こう。お願いします。最後は俺だし。はい。さあ岡本頑張ろう。よし。プレーの幅を広げよう。よし、頑張ろう。行きます。はい。はい。もっと曲げよう。もっとカーブは、そう、シュートはいい。カーブ曲げて、オッケー、シュート、カーブ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 、シュート、もっとカーブ、オッケー、シュート、ラスト2、1、0、オッケー。素晴らしい。どうですか？いや、しんどいですね。しんどいんです。卓球ってオールフォアってね、やっぱしんどいで、やっぱりシュートとカーブが必要な人ってやっぱりね、こういう動く練習をしっかりして動ける幅っていうのは、まあ、ある程度ね、まあ、限られてるとは思うんだけど、このカーブのシュートを入れることによって普段こうやって棒球になってるボールがコンって打てたりね、これ軌道にないボール入れてるだけのボールがコンってしっかり、質の高いボールが返球できると思うので、こういう練習をしっかりして自分を追い込んで、いざとなった時に質の高いボールを返せるように練習してください。もう本当やった方がいいよ、この練習ですね。もうね、俺やらんでよかったね、もう不動岡本はレッスンですね。すいませんでした。ということで皆さんも頑張ってくださいね。ありがとうございました。